こんにちは、ライムです。ということで、今回はバトルランキング、シンダの来訪、レノ編、ランキング5位まで上り詰めたぞ。ガチ攻略、解説。はい。ということで、昨日はですね、キリン編成でのエアバスターの手加減編成だね、一突でやった時のスコアの動画アップしましたが、今回はガチ。何も妥協してない。結構ガチの、立ち回りと、編成でやったというパターン。今回はレノの本気でやってみたパターンだね。まあ、後日またね、エアバスターの本気パターンもやろうかなと思ってるんですが、とりあえずレノで今ここまで来た。順位が95万ですね。もうさすがにここまでやればトップ100は確定かなと思う。トップ30ぐらいは確定かな。多分、さすがに。と思う。多分ね、でもトップ10ボーダーが100万くらいになりそうなんだよね。ここの、このグループ。もうすでにだって3位が、上の人3人がもう100万出してるので。まあトップ10は100万くらい出さないと無理そうだね。この順位だったら、まあ最終、どんぐらいだろうね。まあ30位以内ぐらい入ってんのかな。って感じです。雰囲気としては。はい。ということで今回レノ編ということで、レノさんの解説していきます。はい、今回出てくる敵に関しては3体出てきます。で、エアバスターについては左のね、上級兵を優先的に倒すっていう立ち回りでいきましたが、今回もね、厄介なのはボムはね、これ無視しても OK、そんな火力ないんで、こっちは無視して OK なんだけど、こいつね、厄介なのはレイジハウンド。これがね、ポイズンバイトで毒付与してくるんですよ。このゲーム毒のダメージえげつないので、こいつ倒さないと、ちょっとね、回復とかに追われてめんどくさいことになるので、こいつは先にやる。はい。2発くらいで死ぬので、こいつは先にやっておいて、で、あとはもうボムは無視してレノっていうやり方で行ってます。で、注意点としては、まあたびたびですね、高火力の単体攻撃使ってくるんで、ちゃんとね、ディフェンスシフトとか、まあ、この動画だとミスってるけどね、ちゃんとディフェンスシフトとか、あと、防御バフとかするとね、ダメージを下げることができて、非ダメージスコアももっと上乗せできるのかなというところで、ちょっと立ち回りがね、これ、まだ不完全です。完全に、すべてをね、うまいことやってるわけじゃないので、もう少し全く同じ装備でも伸びそうだなっていう感じはしてます。96万ぐらいいきそうかな。多分、頑張れば。はい。っていうところと、あとピラミッドだね。これは、HP が一番高い敵が囚われの状態になるんで、もう、パーティー編成の時点で、アタッカーじゃない、特にヒーラーとかバッファーの人が捕らえられるように、HP を高くしておく。アタッカーのだから HP を下げておくっていうのが大事。なんで、これで調整できるんで、その間、まあアタッカーで、レノを攻撃するっていう感じ。で、あと今回の、その、スコアボーナスの影響で、このバトル効果だね、バトル効果の影響で、サイン破壊は基本できませんので、完全無視だね、今回は。サイン破壊無視して戦っていくってことかな。はい。で、あと今回ボーナス、マックスの、ステージレベル200のボーナスプラス 900% でやってるんで、敵はまあそれなりに硬いんですけど、その分ですね、もうバフデバフ、あらゆるバフデバフを駆使する。じゃないとダメだね。はい。敵の HP ももう 5500% とえげつない高さになってるし、敵の仏鋼も高い。さらに、仏棒も高い。弱点以外のダメージもマイナス 50%。最大 HP も減少していくっていう状態。で、あと味方の魔法攻撃力マイナス 60% になってるんで、基本的に、今回のレノに関しては魔法よりも物理で挑んだ方が楽になってるっていう感じなので、できるだけ霊属性のね、物理攻撃で攻めるようにしましょうということで、今回はこんな感じになりました。まあバフデバフとあと火ダメと火力っていうことを意識すると、多分上位勢はみんな結局これに行き着くんじゃないかっていうところだね。多分みんなこれじゃないのかな、多分。レノでやってる人はね、きっと。だと思うんですよ。これね、例えば、霊属性耐性ダウンだったら、ユフィとか、
それからルティアとかも全然選択肢としてはありかなと思うんですけど、全然ありだとは思うよ。ありだとは思うけど、例えばじゃあ防御デバフどうすんのとかっていう話にもなってくるので、であと防御バフに関しては回復と一緒にできるマットがやっぱり相性がいい。あとバフデバフ時間延長もついてるから、やっぱセンチピードが一番理にかなってる。でマットもこのブランブルスパインでぶっこバフできるんで、ぶっこバフしながらさらにセンチピードで回復と仏棒バフもできるみたいなところで、結構相性がいいかなっていうところだね。で無理なくバフデバフ時間延長も漏れるっていうところがポイントかなと思います。であと一応その他としてはレノのねダメージを抑えたいということでリバヤさんバスター持たせてます。ここ雷耐性アップと HP アップもついてるんで、はい。であと十字手裏剣の HP アップとバフデバフ時間延長、これもねさっき言った通りマットを一番 HP 高くしておけば最初のピラミッドはマットに絶対食らうので、これで調整してます。はい。であとストリームグレイブでクラウドとザックスの火力上げてるって感じだね。でHP が11340の、仏棒が170。あ、そこが敵がね、基本、レノは全部 物理攻撃なんで、仏棒を高くしてください。で、治癒力は3020。ですかね。で、あと、バイオエスナだね。犬が最初の頃、毒2人ぐらいに付与してくるんで、バイオエスナで直してっていう戦いになります。はい。で、あと、その他、ザックスですね。こちら。武器はプレッシャーリッジですね。これこの間の出た、先月出たやつだね。 HP50% 以上の時敵単体に霊耐性大ダウンというものがついてるんで、一応これザックスの HP はね気にかけるようにしてください。だから今ザックスの HP は8900なんで、まあ約4500以上保っておけば大丈夫ということだね。はい。これでまあクラウドよりは火力出ないけど、霊属性攻撃しながらさらにねデバフまでできてというところで、であともう一つはアーク、あごめんアークエッジじゃねえ、カットラス、これで仏棒大ダウンだね。これも入れて常に入れてる状態でクラウドに攻撃させてあげるっていうことかな。はい。それからサブ武器、これレザーグローブが仏棒アップと雷耐性アップなんで、もうまさに対レノ戦で活躍する装備だね。であとアークティックスターでこれブッコアップとバフデバフ時間延長してます。これで、まあ、長めにして余裕を持たせるって感じで、あとディフェンダー、これなんでかっていうと霊属性力アップ44なんだよね。これ治癒力の部分いんないけど、もう属性力アップの方を取ったらこんな感じだね。一応ライズアービーバフデバフ時間延長レベル4、霊神の奥義ブッコレベル7、霊属性力アップレベル6、仏棒レベル4、アビー力レベル3、雷耐性アップレベル3みたいな。はい。さっきマットのライザー見せたっけ。マットこんな感じだね。注力レベル9、仏棒レベル2、バフデバフ時間延長レベル5、雷耐性レベル3、HP アップレベル4ですね。はい。で、あと最後ですよ、クラウド。はい。こちら HP が7871の仏光7560、仏棒118。ちょっと仏棒低いんで、火ダメがね、だいぶクラウドで稼がれてる感があるんですけど。で、あとメイン武器はストリームセイバー。それでサブ武器がエンハンスソード、攻撃アップと霊属性力アップ。で、サブ武器がボルドイーグル。だとエネミーランチャー。そして聖火のグローブということで。ライズアビこんな感じ。仏光がレベル7、霊神の奥義、霊属性力アップレベル9、攻撃アップレベル5、仏アビ力アップレベル4ということで。はい。で、マテリアに関してはすべてね、単純にステータス目的で装備してるだけということになります。で、リミットブレイクについては最大ダメージ出すのにシバが使えるので、シバ使ってるのと、マットはねたまんないね、ピラミッド食らっちゃうから。はい。で、あとザックスも LB が短めのやつにしてます。そんな感じかな。はい。あとは実際にやっていきましょう。敵を確認、排除する。
これでよし。